はい、愛と笑顔で世界を変える男、感動の講演家、山田和弘でーす。せーの、いいね、ラブリーって呼んでね、 I love me。 はい、始まりました。今日もまた、はい、実は昨日、子育てについての話をさせていただきたいと思います。またあと次に、ビーガンのお話をさせていただきます。そして最後に、ボランティア活動についてのお話、3本立てでいきます。はい、最初に子育ての方からお話しさせていただきます。僕本当に子育て自分で得意だなと思って子育てしてます。本当に僕の周りに、子供たちが勝手に集まってくるっていう事実、すごい本当全員の子供が僕のところに集まってくる。昨日、お食事会がありまして、仲良くさせていただいている、直樹さん、かやさんのところの、巣鴨の方まで遊びに行かさせていただきました。でメインとしては、ビーガン、ベジタリアンとほぼ同じ意味だと思って大丈夫でしょう。野菜を食べる、野菜しか食べない、肉、魚、小麦、卵は食べませんと、はい、食べない、野菜だけ食べる、そういう感じでございます。はい、でなんかやっぱすごく美味しかったですね。フライもありましたし、高野豆腐揚げたりとか、天ぷらは大丈夫なので美味しく、植物性油で揚げれば天ぷらは大丈夫ですよみたいな、めっちゃ美味しかったですね。子育てやっぱ自分でやっぱプロって言ってる以上、勝手に名乗っていいんですよ。僕勝手に名乗ってますね。資格とか何もないですけど勝手に名乗ってます。子育てのプロって、親になったら子育てのプロと思って日々生活するっていうのは僕すごく大事だと思ってます。そして子供たちが集まってくる、最大の秘訣はやっぱ否定しない、認める、応援する、話を聞くんですよ。そうだね、そうだね、そういうふうに思ってるんだね、そういうふうに思ってるんだね、でも自分の意見があれば伝える、私はこう思ってますって、それは否定じゃないから、僕はこう思ってますよ、あなたの考えは 100% 合ってますよ、 OKOK みたいな、そういう感じ。ね、葵くん2歳10ヶ月なんですけども、まあ母乳をおっぱいを飲んでるわけね、お母さん、いくちゃんのおっぱい飲んでるわけで、その5歳ぐらいの女の子が、あの子まだ母乳飲んでるんだよって、その5歳のママさんに言ってたわけで、あ、そうかそうか、それはその子は5歳の子は恥ずかしいことだねって、2歳になってるのにまだ母乳飲んでるんだよ、恥ずかしいねみたいな、そういうふうにお母さんに言ってたんだね。そうかそうか、お母さんもまあまあ、みたいな、そんな感じだったんで、まあ僕も目の前にいたんで、葵くんのことだったんで少しお話しさせていただいたんですけど、僕はこういうふうに思ってるよって、母乳はずっと飲んででもいいんだよって、小学生に上がってもね、飲みたければ飲んでもいいんだよって、中学生でもね、飲んでもいいんだよって、ずっと飲んでて僕はいいと思うよって、飲みたいのであればね、子供がねみたいな、それは決まりはないんだよって、いいんだよって、決まってないよって、自由にやっていいんだよみたいな、ついにお話しさせていただきました。その5歳の子に対して僕は子供を否定はしてないですね。彼女は恥ずかしいことだ、そうかも、そうかもしれない、あなたはそういうふうに思ってますねって、いいんだよ、 OKOK、 でも僕はこういうふうに思ってますよ、ずっと小学生に入ってもずっと飲んでてもいいんですよって、僕はこう思ってますよって、そういうふうに丁寧に説明していけば、あ、そっか、自由に、自由な発想でもいいんだ、私は、もう2歳になったら父離れしないといけないのかなって、その5歳の子思ってたんだけど、そうじゃなくてもいいんだよって、柔軟になれる、そういうのが僕生きていく上ですごく大事だなと思ってます。はい、それでやっぱ僕はいつもニコニコしてるし、まあ声もちょっとでかいですけど、だっていつも応援、
分に1回以上は褒めてると思います。一つの動作見てすぐ褒めます。服も褒めます。スキップうまいねって、スキップしてたらね、スキップ上手だね、あ、服かっこいいね、似合ってるね、食べ方上手だねってずっと僕褒めてます。うん、そういうのもやっぱすごく、うん、本人も嬉しいと思います。承認認められてるよって、もう存在してるだけでも超素晴らしいから、そこに目の前にそこにいるだけで超素晴らしいから、ずっと僕褒めてます。そうするとやっぱね、気持ちがいいんですよね。ラブリー見てって、ラブリー聞いてってすごく言ってきます。見てるよって、いつも見てるよって、うん、いつも応援してるよって、うん、どん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 人が集まってきて、僕が隣の日に行ったら子供たち全員ついてきますよ。僕が外に行ったら全員外来ます。5、6人いたかな、まあ、5、6人の方、うん、もうお父さんお母さん関係なく僕のところにみんな集まってくる。それは本当にいつもニコニコしてて、承認する、褒める、全部合ってるよって、そのまんまでいいんだよっつって、うん、子育てのプロとして、はい、これからも続けていきたいと思います。で、少しまた戻りますね。食事のことをね、食事本当に大事だなと思ってて、人間って何でできてるのかなって、心と体でできてるんですよね。心と体、ここ分かれていってますけど、くっついてる、完璧にくっついてるんですよ。うん、明日仲のいい友達と会うとしますよね。そしたら心はウキウキしますよね。あ、明日早く会いたいなって。その時体表情は明るくなりますよね。あ、明るくなりますか、暗くなりますか、まあ、明るくなりますよね。心がプラスだと表情も明るくなる、プラスですね。はい、声は高くなりますか、低くなりますか。高くなりますよね。心がプラスだと声もプラス、高くなる。あー、早く会いたい、早く会いたい、あー、早く会いたい。そうとはなかなかなりにくいですね。はい、そして行動は積極的になりますか、消極的になりますか。積極的ですね。心がプラス、早く会いたいなってなってると、行動も早く会いたい、早く会いたい、早ば小走りになったりとかね、うん、早めに動き出そうとしますよね。やっぱ時間もね、ゆっくり、あー、なんなんだよってなんないですよ。やっぱ動きが早くなるんですよ。完璧に心と体はくっついてると。はい、で、そんで体がそう健康で丈夫でいるってことは、食べ物でやっぱできてるわけですよ。で、体もすごく重視して考えてるわけなんですよね、ラブリーは。前は心ばっかりフォーカスしてた。でも食べ物は100均でいいやみたいな、両方こう育てていくことがすごく大事。心も体も育てていく。だ、運動したり、美味しい食べ物買ったりとか、うん、してます。本当、納豆を3パック、3パック50円ぐらいなのを今3パック150円、200円しないぐらい、150円かな、まあ、3倍、納豆3倍のやつを買ったりとかして、最初心のブロックありますよ、50円でいいじゃんみたいな、うん、ね、でもちょっと高いの買ってみたり、野菜ももやしも20円ぐらいの買ってんすよ。だけど60円とか80円ぐらいのもやし買ったりとかして、うん、卵も、100、200円いかないぐらいなの、でもやっぱ300円とか少し高いの食べてます。そうすれば体がね、元気になってくるんですよ。心が元気な時に体も必ず元気になるみたいな、そんな感じで。そこでな、ビーガン、ベジタリアンとほぼ同じ意味だと思うんですけども、そういうビーガンの料理をこう食べさせて、いただきました。本当にさっきもお話しさせていただいたんですけども、すごく美味しい。発酵食品も自分で作って、麹と納豆を混ぜて、うん、なんかすごく美味しい。あと佃煮、昆布の切ったなとか入れて、自家製でこう発酵食品、もう納豆自体発酵してるんですけど、麹を入れてまた美味しい佃煮みたいの作ってみたり、野菜を揚げる、うん、ごぼうの梅しそ煮みたいな酸っぱいごま、梅と一緒にいたからね。ラブリー梅干し
食べないんですよ。嫌いなんですよ。僕結構食好き嫌いあるんで、おしんこ系ほとんど食べないので、はい、奈良漬けとか食べないです、はい、だけどそのごぼう梅干しと一緒に煮たの美味しかったなみたいな。ご飯も玄米とかあんまり食べないですけども、食べうまいなみたいな。とご飯も超こだわってて、2キロで1000、2000円だったかな、2キロで2000円だったかな、ちょっと忘れちゃった。そんな高い米あるんだみたいな。こう食にこだわってる。そういう風に生きていくことも本当大事だなと思いました。本当に心だけこうフォーカスして生活するんだけども、体の方にもねフォーカスして、心と体両方成長できていけたらいいなと思います。そして最後にボランティア活動の話、今日、板橋区徳丸にある生活クラブが運営しているデポっていうスーパーマーケットあるんですけども、新しいボランティアさんが、来てくれました。本当に素晴らしい方で、なんかいつもニコニコしてまして、何しますか、どうしますかってすごい積極的、うん、そうすると僕もこうテンション上がりますよね。あ、すごいですねって聞いてくれて嬉しいですねみたいな。なんか恥ずかしがっちゃう人もいますよ。どうし、もじもじしちゃう、あれ次終わったけどどうしようかなみたいな、黙っちゃう場合、人も、僕どっちかというとそんな感じでした。早く気づいて次の仕事くれよみたいな、どうしましょうみたいな。本当挙動不審、昔本当挙動不審だったし、なんかこうおどおどしてる時間ってなんか仕事していないで済むから、なんかわざとおどおどして、なんか次やることあんのかな、うん、なんか言われるまでぼーっとしてよみたいな。本当でも生活クラブのボランティアさん意識高くて、意識高い系、本当にボランティアって本当好きで来てますから、いやいや来てないですから、好きで来てるから本当輝きに来てると思うんですよね。でまたそこの組合員、生活クラブの組合員様のために本当に一生懸命頑張ろうって、本当に私が何ができるのかなって、うん、本当一人一人の意識が本当高い、うん、本当僕が本当学びの場として、今日新人の方だったんですけども、本当僕その新人の方から学ぶことしかなかったなって、本当志高いなって、うん、思いました。やっぱ愛ですね、お店への愛、組合員さんへの愛、やっぱそういうところが欠けてるとやっぱ雑になったり仕事もしてしまうと思います。本当に、組合員さん、お店のためって働かせていただくって本当そういう気持ちで来られたんだなって思いました、うん、ますます僕ももっと愛を深めて、また自分への愛もどんどん深めて皆様のために輝けるといいなって改めて思いました。そうそんな感じです。終わります。本当昨日は板倉さん、皆様の、来てくれたお友達ママさんたち本当にありがとうございます。子供さんも本当にありがとうございました。たくさん学べました。本当に感謝してます。本当に、ますます成長ラブリーができたなと、個人コンサルも、受けさせていただいたので本当にもう感謝しかないなって思ってます、はい、食事もヴィーガンの料理本当に美味しかったです。ありがとうございます。それでは本日終わりまーす。せーの、いいね、 I love me、 バイバーイ、ありがとうございます。いいね。